さあ今日も始まりました、解説動画です。レッツベリーベリーはちょっとね滑ってしまいました。ゆうやさん、これなぜかというとバーベル持ってるんでみんな何かやりたくてもできなかったというね、まあ、そんな時もありますね。はい、今日の解説はこのレックス、足とチェスト、胸のトレーニングのちょっとダイジェスト版ですね。まだねこれイベントの初日やったんでやっぱ若干のね噛み合わなさというのもねさらけ出していきますので、これ大事ですね。でもこれがあったからね2日目バチッと合うところが多かったという、そんな初日のイベントレッスンでしたね。ちゃんとね突っ込んでくれて、この後僕の優しさ見てください。はい、ここねもう文字まで入れてしまいました。まあ、インストラクターの方は誰かとイベントやるときはですねもう絶対メインに気を使わせないというのは鉄則ですね。サブの方がサポートする、もしレッスン受けてる方はですねそういった動きも見てあげるといいと思いますよ。あの楽しみが増えると思いますよ、サブの人の動き。基本はでもメインで楽しむんですけど、結構サブの動きも自分で言うのなんですけどね割と天才的なんでね、学ぶものはあるんじゃないでしょうか。メインの方のビジュアルを生かすっていうね、メインの方がやってることを生かす、だからサブだけが勝手な動きをしないっていうのはめっちゃ大事です。この後ですねドーナツか関東のツッコミ、これぞ関東のツッコミ。ここ僕が好きなシーン、これいい例えしたんですよ。デジタル時計の時どないしたらいいですか。このボケめちゃめちゃ秀逸じゃないですか。これは自分でもお気に入りです。これはもうメンバーさん絡みですね、絡んでほしくないメンバーを絡むという、まあ、この辺はベリーベリーの方ならではの雰囲気のコミュニケーションですね。さあ本題に戻しますと、はい、イベントレッスンサブの方はですねメインができない、こうやってビジュアルを変えてトレーニングの動きを見せるというのを僕がやったんですけど、同じタイミングでねゆうやさんもやってしまったんですよね。でどうしようかなと思ったんですけど、もうここでもほんと天才だなと思うんですけど、手の位置見てくださいね、ゆうやさんと逆の手の位置にして、まあ、ちょっとパフォーマンス的要素を加えて動いてると。でもあんまりねゆうやさんそれちょっと見えてるのか見えてないのかあれですけど、もしかしたら僕がまた邪魔したんちゃうかなみたいなリアクションかなと思うんですけどね、そんなことはないんですよ。で僕すぐ戻ったでしょ、そんなことも大事です。
で次やるトレーニングを見てください。この動き、メインを立たせる動き、ほぼほぼね、今日の解説は自分を褒めてますけれども、意外とこうジョイントレッスン、イベントレッスンって2人並んだ時、3人並んだ時はいろんな役割で動いてますので、そんな観点でもレッスンを、はい、ここで、はい、顎を使う、ゆうやさんの顎を使う、でここゆうやさんもやってくれるっていう、こういうのなんか自然と噛み合ってるなというのは個人的には思う場面でしたね。これね、あんまりちょっと例え出てこなかった反省ですね。なんかケーキの線を描く、あの生クリームのね、わかります？それを言いたかったんですけどね、ご収力のなさですね、僕の。あ、ここでもメンバーさんいじり、フルネームで呼ぶ。はい、そんなこんなの解説動画でした。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ノリチューブ。